ワールド331号です。今回は前回の GM396LT1 その動画の続きになります。そしてちょっと今回難しくなります。 MSD のクランクトリガーでワンオフパーツを作って組み立てるというクレイジーなセットアップです。ただしホーリーの EFI をクランクトリガーで制御するっていう工程はどのエンジンも一緒です。実はスモールブロックシェビーでこんなことをやっていて、ハマってしまってぐちゃぐちゃになってしまって、それで電話で説明してもこれどうやっても伝わらない、お互い嫌になってしまったので今回動画化したっていうのが一つのきっかけでもあります。今回の動画はちょっと難しいと思うんですけども、よくわからないって思っていても V8 のチューニングとかを考えている方とか、これからやってみようかなって思っている方は、見たことあると見たことないことでは知っていると知らないで全く違ったことになります。動画の方は軽く流していただければ大丈夫だと思います。カムシャフトは僕のオリジナルでワンオクの削り出しのターボカム、ビレットメカニカルローラー47スワップカムシャフト、スーパーチャージャー、ターボチャージャー、ナイトラスオキサイド、これ基本的にはカムシャフトは一緒なんですけども、一歩踏み込んで考えていきますと少し変わってきます。これはターボの特性で特別に考え作り出したカムシャフトです。カムシャフトにアッセンブリールーブを塗りエンジンに入れていきます。カムシャフトはフロントカバーをつけてからでも入れられます。事前に1番トップデッドセンター、上支点は出してありますので、ここでタイミングポインターを合わせておきます。タイミングポインターは調整式になります。 LT1 ベルトドライブフロントカバーは市販では存在しないのでビレット削り出しで製作しました。仕上がりはブラックアルマイト加工です。ドライベルトドライブはジェセルのスモールブロックシェビー用を使っております。ドライというのはこのベルト駆動がタイミングカバーの外にあるもので、タイミングベルトが外から見られるっていうのがかっこいいんですけども、ショートウォーターポンプには使えません。これはロングウォーターポンプでないと当たってしまいます。フロントカバーを取り付ける前にカムスプロケットのゼロマークを確認と調整を行います。いよいよフロントカバーを取り付けます。ここは RTV を塗って通常のやり方と一緒です。スペーサーにアッセンブリルーブを塗ってカムオイルシールを取り付けます。クランクスプロケットを取り付けましたらばタイミングベルトをセットします。その時ベルトのズレを確認します。ズレがあった場合はカムオイルシールプレートを外しシム調整を行います。そしてベルトがまっすぐになるようにセットアップします。カムスプロケットの真ん中がテーパーになっておりますので、センターボルトを締めますとベルトは自然に貼れていきます。このスプロケットのセンターボルトは逆ネジになっております。左回りの締め方向に回すと締まります。通常ネジの緩める方向に回していきますと締まっていくっていうものですね。エンジンの回転方向と逆になりますので緩まないっていう構造です。ホイールのセンターロックのスピンナーとかあの辺と構造は一緒になります。センターボルトと共締めしているのはデスビを駆動させるギアプーリーです。タイミングポインターはビレットスペーサーで手前に取り付きます。僕はこういうものに関しましてとても神経質なので、ハーモニックバランサーのトップデッドセンターをしつこいくらい確認します。アクセサリーブラケットを取り付けてクランクトリガーのブラケットを取り付けます。
ここからが肝になります。ホーリー EFI のカスタムイグニッションのセットアップはイニシャルタイミングが50度でセットアップするんですね。でこれはクライスラーでもフォードでも一緒です。ハーモニックバランサーを上視点前50度にセットします。今回は LT1 で特殊品ですので、クランクトリガーディスクはバランサーの奥につきます。クランクセンサーとディスクのマグネットが50度で合うようにセットします。クランクトリガーセンサーは MSD 用のものでは点火をしません。センサーはホーリーパーツナンバー554118に付け替えます。センサーとマグネットのクリアランスは 0.050 インチから 0.080 インチで、シックネスゲージで調整します。ベルトドライブ用のデスビは MSD パーツナンバー8510です。このデスビは回転信号とか取り出すセンサーがないただの分配器です。裏側を見ますとベルトがかかるプーリーがついています。ここに細いベルトがかかり、カムプーリーと連動する構造です。デスビは取り付けるときにある程度一番の方に向いていれば大丈夫です。後から微調整ができます。デスビをしっかり固定した後に本体横のバンドを緩めて正確に一番に微調整で合わせます。その時バランサーは50度、デスビの方は1番ぴったりになるようにしてください。クランクを1回転させてデスビの6番に合わせて、こちらも確認します。すべて確認のためタイミングマークを優先してカムを6番で合わせていましたので、改めてバランサーとカムの1番トップデッドセンター上視点前50度、デスビの1番を合わせ直してキャップを取り付けて完成です。次はホーリー EFI のカスタムイグニッションです。
パソコン上の設定をいきます。まずソフトウェアはホーリー EFI V4 でいきます。まず EFI クリック、次に、イグニションパラメータ、ここのイグニションタイプですね、これをですね、カスタムで、中がですね、まずタイプはワンパルス、ワンファイヤー、これこのままで大丈夫です。でセンサータイプもこのままで大丈夫です。そしてここですね、ここは40です。そしてイグニッションリファレンスアングル、ここが50度でセットしましたので、ここを50です。でカムセンサーは使ってないのでこのまんまで、アウトプットセットアップ、これがですねポイントアウトプットで、ドゥエルタイムは 1.5 で大丈夫です。これで設定は OK です。でここのイグニッションタイプはカスタムになります。今回の LT1396 は今後 C4 コルベットに積まれてツインターボ化されて、制御はホーリー EFI で行います。完成はまだ先になりますが、セッティングの際は動画が撮れると思います。どんなストリートマシンになるのか、どれだけパワーが出るのか、とても楽しみです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。